幸福のの科学の皆さんいいことは全部神様が行って悪いことは全部悪魔が起こしたそういう風に考えてはいませんかいや実はね悪魔の言い分としてはあれそんなこと俺したかなそんなことしてないのになんか知んないけど人間界で起きる悪いことが悪魔のせいにされてるよ迷惑だよねそこまで俺たちもしてないんだけどねっていう風なことも愚痴られてると思うんですよそして反面 神様が人間に対して間違いをしちゃった悪いことしちゃった人間に迷惑をかけたもしくは神様の欲望によって一定の人間を犠牲にしたそういうことがあってもそれは悪魔のせいだよっていう風にして神様が責任逃れをしている例っていうのが結構あるんですよこれは神様のグループの中の内部告発から明らかになったんですけどもそのことがねもしかしたらこの本を見ることによって分かるかもしれません悪の本音って書いてますね先ほどお話したのも悪魔の本音です いやあれは神様がやったことなのになんかさなんかっつった人間たちは俺たちがやってないことまで悪いことがあったら俺たちのせいにするよねだってさギャンブルで借金抱えたのって俺たち別にギャンブルのね会場に行ったこともないしさなんか勝手に負けただけだろなのになんでそれが悪魔のせいなんだよとかね悪魔のささやきとか言うでしょいや悪魔のささやきは人間がささやいてるんでしょ悪魔は無言ですよと何を言ってるんですかというふうに 悪魔の本音があるかもしれませんねそしてですね「自動車で気持ちよく走っていたたら事故をしましま悪魔のせいだ」って言うかもしれませんけどもいやいや車を変えたのは人間たちが頑張って車を発明してねそれから平和の世の中を作ったからだから道路整備ができて信号があって走れるようになったんでしょしかも人間たちの取り決めで道路交通法まで作ったんでしょその上で事故を起こしたってのはこれは人間たちの落ち度じゃないかなと思うんだけどなんで悪魔のせいになるんですかと。 そそもそも悪魔のせいにするっていうんだったらなんで自動車保険があるんですかなんで交通裁判があるんですかなんで交通刑務所があるんですか悪魔のせいなんでしょう人間は無罪なんでしょうだから悪魔のせいではないって人間たち皆様が分かってるわけじゃないですか何でも悪魔のせいにしないでよっていう悪魔の本音が聞けるかもしれませんねちょっとページをはぐってみましょうかなるほど悪魔の狙いって書いてますねここだけ今日はピックアップしてみようかと思います 人間の欲をあおって堕落や破滅させるのは最高に楽しいね」と書いてますけども堕落っていいけないことですかね。だってね頑張って商売やってて一生懸命働いて皆さんにね尽くすようなことをしてじゃあ巨万の富を得ましたその巨万の富を持って豊かな老後を送るはたに見たら堕落ですよいや老後じゃないかもしれません20代30代にして多くのお金をね得て時間の自由を得て 自分の好きなものを買ったり好きなものを食べたりできます好きな旅行もできますグルメや温泉も行きますそうすることって堕落ですかねだってそういうふうな人がいるから労働者が支えられてるところあるじゃないですかやっぱりねお金をねいっぱい使ってくれる時間とかお金を持ってる人そういうお客様がいるからこそ成り立ってるわけですよで堕落せずにみんながね懸命に働くことばっかりやったら労働市場ってのは人余りになっちゃって賃金下がりますからね でみんなが一生懸命働いてお金を使ういわゆるそれを堕落と決めるんだったらお金使う人いなくなっちゃいますよ誰がねホストクラブでシャンパンタワー作るんですかそれを堕落っていうんだったらホストクラブで働いてる人はみんな失業じゃないですかどうするんですかホストクラブですごくね丁寧な接客をする人が職場を追われるわけですよハローワーク行けっていうことですかねだからね悪魔の主張っていうのは一見その通りだなと思わせながらおかしなこと言ってるんですよ結構 うん、で人間の欲を煽おるって好きな人と一緒にいたいって欲ってあるじゃないですかそれって堕落につながるんですかね悪魔に煽られたんですかねいや自分が勝手に思ったんでしょ自己判断でいちいちね悪魔に煽られないと人間は人間の気持ちすら決められないってちょっとそんな簡単な作りで神様が人間を作ったと思いませんけどもね今日の結論なんですけども人間は神様によって緻密に作られてるんで悪魔のささやきなんかに屈しないと思いますよ それとも悪魔がちょっと支えたぐらいでフラフラーっといくような生半可の作りを神様がしたんですかねこの辺どうなんでしょうかこの中に書いてあるかもしれないんでちょっと読んでみようかと思いますそれでは本日は以上です